続いては南芝浦 TAC の松本さん。
間は30分31秒です。先頭のニーナさん、そして積水学院岩さんもフィニッシュです。続いて第一生命は田中さん、おめでとうございます。皆さん見事な優勝です。しました新谷仁美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。1万メートルでは初優勝になりました。いやもう本当にすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。タイムも31分06秒67、世界選手権の派遣設定タイムを超えての優勝です。タイムもすごかったですね。ありがとうございます。本当に皆さんの応援のおかげで平日にもかかわらずたくさんの応援をかけてくれたおかげで本当にこういうタイムに大会を出したと思います。本当にありがとうございます。世界選手権への出場も内定しました。モスクワではどんな走りを見せてくれますか。もう今年の2013年の夏は皆さんで世界陸上をということで本当に見てください。白い旗が上がって入ってくるです。4回目に6メートル22を飛んでいます。日高さんの記録は6メートル32。マスミさんの計測です。マスミさんの6回目の記録、記録の場合は6メートル50のマスミさんの連絡でした。本日は6メートル50。岡山さん、残念ながら赤い方が来てしまいましたが、本日は5回目、6メートル59で2連覇達成です。また岡山さんは本日100メートルの予選で決勝進出に決定しています。明日も頑張ってください。